照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。東京まずはスワローズの先発原樹里が甲子園のマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。スワローズに選手の小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね、コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。初球ストライクを取りました。ボールになります。3球目は何で来るか。変化球、これは空振りです。ワンボールツーストライク。変化球が低めに外れます。引っ張った、さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。レフト線を深々と破るヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。